み出しはなんとかに刃物。某有名私立に通う US さん真夜中の強行って感じかね。はあ、おーい、Kってば生きてるかい？さくやさん？そうともさ、おかげさまでいい絵が撮れたよ。それであんたら何騒いでるんだい？それがね、さくやさん、うずきさんが有名さんを切るって言って。あ、ゆめいだって？あ、有名さんってこっちの人間じゃないんだけど、悪い人じゃないんだよ。いいけどさ、それでうずきよ、何ですか？あんたまたそんな光り物振り回して、よくもまあ捕まらないもんだね。登録証なら持っています。持ち歩きにはそれで足りるだろうけど、抜き身で振り回すってのにはどうなのさ。傷害殺人未遂の決定的瞬間の映像もあることだし。今の写真を公表すると。さーて、どうしようかね。恐喝ですか？別に構いませんけど。へえ？ナイフや包丁ほど日常的で現実味のあるものならともかく、物が時代物の太刀ですから、普通の人は芝居の稽古か何かと判断するでしょうね。仮に問題になったとしても、私はまだ実名や顔は伏せられる年齢ですしね。どうとでもなるってかい？最近は圧力でぺしゃんこになるようなところを通さなくても、画像や記事はばらまけるんだよ。ますます恐喝じみてきましたね。匿名によるデジタル情報の公表などで私を追い込むだけの信憑性が得られるとお思いですか？ちっ。もちろんどのような状況においてもそれなりの対策が取られることになると思いますがね。若杉を通して。かあ、これだから権力持った親方に尻尾振ってる犬っころは。犬はあなたのことでしょう。己を揶揄して楽しいですか？忘れてもらっちゃ困るね。誰かさんらのおかげで私は正真正銘の一匹狼だよ。
ずきさん。先ほどの連中に少しだけ共感したよ。厄介者に乱入されて、あとはどうでもよくなったりね。じゃあユメイさんは。好きにするといい。仮に私が切る気になっても、黙って見ている彼女じゃないだろうしね。はいはい、お帰りはこちらだよ。今はまだ夜中だよ。大声を出しては他の泊まり客の迷惑になる。どうやら起きてくる人はいないようだね。ごめんなさい。私に謝られても困るんだけどね。でもそれとは別に謝らないといけないし。別に？助けてもらったのにあんなことになっちゃったから、お礼もまだ言ってなかったし。そんなことでわざわざ追ってきたのかい？そんなことって大事なことだよ。お母さんだってそう言ってたし。ああ、そうだね。感謝の念を持って生きるというのは大変な美徳だ。だけどね。せっかく拾った命をかけるぐらいだ。ユメイさんだったか。蝶の着物のあの女性はあなたにとって大切な存在なんだろう。その彼女をこの太刀で切ろうとした。半分は脅しだったとはいえ、この刃をあなたに向けた。これはそれ、これはこれって言うんじゃダメかな、やっぱり。せっかく仲良くなれたのに、あんな形で喧嘩別れだなんて嫌だよ。ユメイさんを諦めろって言われても困るけど。それがあなたの考え方か。うん、一応。ならば警告しておこうか。二と大物とまでは言わないけれど、それではあなたが傷つくだけだ。え？鬼に関わるのなら私には近づかない方がいい。私も関係者からは距離を置くようにしている。やっぱり謝ってもね。謝るも何も、鬼というものはね。鬼というものは？
生まれついての鬼よりも人の慣れの果てとしての鬼の方がはるかに多いものなんだ。人が？そう、人が鬼になるんだ。敵陣に入った将棋の駒が裏返って別の働きをする駒になるように、業の深くに踏み込んだ人が裏返ると。人とは違う、鬼になる。私が斬ってきたのも大半がそうした鬼だった。もう幾度となく繰り返した、鬼となった人の家族や知人に憎まれるのは慣れているよ。あなたとて私が彼女を斬っていたら、こうしてここには来なかっただろう。私と親しくなるほど、私があなたの近くで鬼を斬った時に辛い思いをすることになる。関係者に見知った顔が混じることは珍しくないからね。でも、そしてあなたと鬼が親しいほど、あなたの命は危なくなる。私は役目のためならば人すら手にかける鬼切りなんだ。でも、でもユメイさんのこと見逃してくれたよね。好きにしていいって言ってくれたよね。それなら私は本当に切るんだ。すでに切ったことがある。鬼を、人を。もし彼女が人に害をなす悪鬼となるなら、私は何があろうと必ず切る。あの時の言葉に偽りはない。加えて、もしあなたの家族や友人が鬼となったなら、私はそれを絶対に切り伏せる。いいかい、絶対にだ。あなたは優しい人だから、感情をぶつける相手を見つけられずに、辛い思いを抱えることになる。でも、でも、それってもしもの話でしょ？可能性はあるんだ。誰もがその魂に鬼を宿しているのだから。そして、ことが起こってしまえば、いくら悔いても遅すぎる。そんな、だから、うずきさんは。うずきさんは、誰とも関わる気はないんだ。私は私である前に、千羽刀の鬼切り役。それなら、うずきさん、どうして私と話してくれたりしたの？そうしないのは不自然だから。あなたとは今日明日きりの関係だと思っていたから。私の役目とは無縁の存在だと思っていたから。だけどそれは誤りだとすぐに気がついたよ。気がついていてここまで関わってしまった私も相当に愚かなんだけれどね。ケイさん、あなたはサクヤさんの知人であり、ユメイさんのような存在が寄って立つ存在であり、あなた自身が鬼に縁ある定めの持ち主だ。今ここで別れた後も、いつの日にか運命が重なることがあるだろう。そしてその時はきっと私たちは対峙していることだろう。だからここで私たちの縁の糸を断ち切ろう。
はあ、朝っぱらから何事だい？恋文突っ返された乙女みたいにこの世のおしまいだって絶望的な顔して不景気なため息なんか吐いちゃって、まあ。うん、そんなにひどい顔してないよ。鏡でもないと本人には見えないからね。まああんなことがあったんだからちょっとは寝不足だろうけどさ。さくやさんはいいね、悩みとかストレスなんかとは無縁そう。なるほど、若き乙女の悩みなわけかい。人生の大先輩たる咲夜お姉さんに相談してみなよ。お姉さんなら代がつくほど先輩じゃないだろうし、大先輩ならお姉さんじゃなくて。なくて？あ、さくやさんもお母さんの友達なんだからそろそろお姉さんって年齢じゃないんじゃないかなって。私がいくつかも知らないくせに憶測だけで人の世代を決めつけるんじゃないよ。小学生のお嬢さんから悠々自適の隠居じいさんまで、私の付き合いは幅がある方なんだけど、なんなら画像添付のメール見てみるかい？じゃあ、さくやさんっていくつ？さて、いくつだったかね。あ、さくやさんお醤油かけすぎ。いいだろう、私は塩気の効いてるのが好きなんだよ。鮭ならガチガチの塩漬けが一番だね。お茶漬けにでもしないと辛いやつ？そんなんじゃ血圧上がるよ、長生きできないよ。残念ながら憎まれっ子なんとやらさ、少なくともあんたよりは長生きするだろうよ。